はい、今日はですねこのツナ&卵ドッグをね買ってみました。はい、今日もですね近くのメガドンキでねこのツナ&卵ドッグということでこれ4種類ぐらいのねあのシリーズになってるんですけどね、はい、そのうちの今日ね4回目ということでツナ&卵ドッグをねアレンジしていきたいと思います。で今日アレンジしていくのはこのねいつもお世話になってるこのパン工房さんのね照り焼きソース&マヨってやつですね。これを塗って焼くだけっていうふうに書いてますけどね、はい、これをちょっとね塗っていきたいと思います。でちょっといつものようにねちょっとフライパンで温めていきたいと思います。このラップがね、なかなかね、こう、うまく割れないんですけどね。はい。で、ちょっと力入れていくと、このふにゃふにゃになっちゃったりとかしてね。ちょっと、剥くの難しいんですけど。はい。で、これは普通にあれですね。卵と、ツナがね、挟んであるやつですね。だから、こう、なんかマーガリンとか何か特に塗ってはあるわけでもないような感じですけどね。はい。これをちょっと温めていきたいと思います。はい、でこの温めてる間にこのね照り焼きソース&マヨの方ね開けていきたいと思います。はい、じゃあねこれもちょっと一列塗っていきたいと思います。いい感じでね、ちょっと温まってきたのでちょっと取っていきたいと思います。はい、こう適度のね、温まり方してるので、はい、下はちょっとね、サクサクして上も表面もちょっとね、パリッとした感じでふんわり揚げてますね。はい、ちょっとこれ食べていきたいと思います。この照り焼きソースの方は全然焼いてないんですけどね、卵と非常に合いますね。で、今度ツナのエリアに入ってきたんですけど、ツナと照り焼きもすごい合いますね。美味しいですね。はい、今回ね、ツナ卵ドッグと今度照り焼きソースとマヨってやつをね組み合わせたんですけど、多分これが一番ツナ&卵ドッグには合うんじゃないかなと思いますので、もしねよかったらねこれもお試しください。